熊の人365話で、発表会の新曲発表会、ちょっと写真見てください。なんか新聞見ておられますけど、私の司会をやっていただいて本当に嬉しい限りでした。やっぱりこのどんなきっかけでいろんな人に会うか、またお力をいただくかわかんないんですけど、本当に琴留先生が一つ一つ考えてもうやっていただいたことなんですね。本当におさゆりさんありがとうございました。そしてハワイで今思い出しました。ハワイのクラブに行きました。でやっぱりこう会って、でいろんなことしながらあちこち先生が連れて行っていただくので聞きました。先生なんでここまで私を応援してこうやって可愛がっていただけるんですかって聞きました。そしたらね、私は実は本当は熊本生まれなのって言われました。って言ってる。で本当かなんかね、福岡って書いてあるけど熊本。そしてあなたの先祖に私の先祖が、まあそれはもう本当にものすごくお世話になったの、だからこの世で私が返す番なのよ。ああそれからあなたね、熊本の水前寺公園知ってるでしょ。あそこに神社があるからぜひあそこに行ってお参りしてね。あそこで私の母がどうか世の中のためになる子でありますようにってこうお祈りをして私が生まれたとこなのって言われました。はい、だから本当にあそこはもう通うたんびに、わざわざ、泉神社ってのがあります。そこへ行ってお札をもらったりして、今でも本当に泉神社の神様にはお世話になってます。そこが、もともと細川藩の神社って聞いて、ああなるほどなと思っています。ちょっと話が脱線しましたけど、そういうことで大沢優さんも含めハワイ本当にもう一度行きたいんですよ。本当行ってそうね、楽しい食事をしたいとかこうしたいんですけど、飛行機に乗れないので本当に残念です。なんか、船も本当に車だったら地べたを走ってて どんだけ走っても大丈夫なんですけど、本当に熊本弁で必見、本当気が小さい男なの。こういう話でつまんない話でした。すいません。熊の人365話。